パーティーはこの4人で行く、俺はもう絶対に。まずは、全員がこの、神社の杖に対して祈って、一旦に一人ずつ、賢者の祖先をここに呼び出していく。これきついなでも俺ドラクエ8、俺逆にこの常に7体祈るっていうの俺ドラクエもすごいいいなと思ってんけど、いや紅葉を楽しめない人はねドラクエは語らないでいただきたいね。別にいいやん、めんどくさくてもこの演出がいいんじゃないのかなって。うわ、やめろ。さ、まず二人目。もう一発いけそうな気するな。まあ、いっか。ナイス。キャーッ！三回目いきます。貯めてももうない。ミスってんけどさ。そら笑われるわ。これちなみにこのターンってゼシカだけ祈っても意味ないんですよね。ククールがやばいな。よし、もう次ベホマズ使おう。もうなんか貯めて祈ればさ二人復活するみたいな、そういうのないかな。防御。確かにちょっと7人は長いけど、まあ実質6人分でいいからね。そんなこともないか。うわ、結構用じゃないな。でも6人終わればもう次のターン祈ればもう終わりやから、終わりというかそこでラプト攻撃できないはずやから、
ちょっとここは行きたいな。隙があると思う。あ、違う。あれ、ゼシカがちょっと危ないか。あれ？え、ちょっとゼシカじゃないこれ、嘘やへー。でも、復活はするよな。オッケーオッケーオッケー。まあ、じゃったら大丈夫や。であれば問題はない。防御。防御。ん？あ、ごめん、何やってんねん、俺。違う、ゼシカに対してまず治り越しなあかんやろ。ヤンガスが、要は、賢者の石使えばええやん。5人目。耐えてくれよ。うわ、今の怖いな。ちょっとゼシカの耐久がすごい怪しい感じになっちゃってるから、まあ時間かけていいんですよ。ここは戦いが始まればもう一瞬で終わらせるから。あ、違う違う。いや、もうスクルトが本当意味ないんですよね。これゼシカ行ったら終わるぞ。なんで行くの？今もうでも6人出してるから、もうここはいいよね。さあ、行くぞ。奴の結界を。
これクールに行ったらまずいけど。ナイス。ヨナズン、これジャンガスがちょっと危ないかも。耐えるよな、でも。耐えた。よし。この前回は痛い、でかいぞ。どうぞ、神曲。MP とかも回復すんねや。やったら血流すなかったな。まずはこいつらに頑張ってもらう。この眠りがちょっと嫌だな。うわぁ、ちょっとやっぱ悪でもあかんわ、あいつ。補助技しかせえへん。ナイス。ナイス。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。ここで全滅すれば次から、結界なしからスタートできる。あ、そうなんや。まあ、全滅しないけどな。あ、ギガンツ死んでもうた。いなくなってしまった。お次はこいつらだ。さ、え、ここで学んですか？余裕なさすぎやろ。
ナイス。オッケー、これでかいよな、でも。オッケー、オッケー、十分仕事した。多分1000ダメージぐらい与えてるから、もうよし、こっからだいぶアドバンテージ取った状態で、行きますか。次は俺たちが、見せるんや、戦いを。人々の希望を守るんや。未来を、世界を。あ、ほんまや、タンバリン使うの忘れてました。すいません。これは平気。フバハとかかけた方がいいんかな。下がれ。下がらない。これちなみにじゃあさ、溜めて、これやったらもう一旦に2回溜めれるってこと？まさかと思うけど。強すぎません？そういうことやんな。チートやないかい。もう全員食べたろ。ククール以外はなんかもう一気に20まで上がったことやろ。一旦で。500いくで、500。500ぐらいいく。お、753。眠るだけならまあいいや。まあまあいいや。オッケーオッケーオッケー。ククール別に終わってもいい。よし。ドゥレーテテ、ドゥレレトゥー。ドゥルルルルー。ドゥルルルルー。ドゥルル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 これはザオリクとベホマズンが決まりさえすれば先手で。よし、ナイス。で、ゼシカザオリク行け。あっ。これで起きろ。よし。ちょっとこいつやっぱ頭悪いな。殴ってから、かけるべきや、催眠。確か、叩きつけかける気になったらもう終わってたね、今のところね。さあ、もうここは正直な話が、もうバイキルトとかもうかけまくって、もう一気に行こう。一気に行っちゃった方がいいと思う。あ、まあ、それ、ごめん、タンバリンや、タンバリンや。タンバリンですわ。もう俺、何のために作ってん、タンバリン。痛い痛い。あ、これ、あー、ゼシカ終わった。ゼシカが終わっていく。下がれ、よし。オッケー、でもなー、正直なんか、タンバリも出せないならゼシカの方が良かったな。なんでみんなククールにも出せたがんの？あ、これやばいぞ。もうこれ死ぬじゃん。生きた。なんでククールなの？タンバリも出すのが。ゼシカでいいと思う、俺のパーティー編成やったら。だからククールに関しては、やっぱだって、その何あの、なんか乱れ好きで殴れるから。
あー、火力で言うとゼシカの方が上なんだ。耐えてくれよな。確か、モコのベホマズンは、てか、ベホマズンとかザゴリクに関しては、テンション使わないから、別にいいんですよね。で、ここのヤンガスがいい、ちょっと行きたいわけよね。兜割り。で、ククール自身もこれ、上がってるけど、もう一回タンバリン使っちゃいますか。で、結局何、ゼシカってその、溜めたと何やんの？メラゾーマ？ナイス、いけ。あー、眠ってもた。殴ってこい。ナイス。あれ、起きないか。いけ、えっ、せい。アホがマダンテを使うべきなんか。いや、でも、もう正直十分すぎるぞ、今ので。あ、総流を使うべきなんか。あ、これがまずい。あー、ゼシカが死んでいく。このテンションは、あー、終わった。テンションマックスのなんか見たかったんですけどね。やっぱこのゲームそう、いてつく波動もあるし、テンション溜めてる暇がなかなかないよな。兜割りで終わった。死ぬ時の顔がもうちょっと見てられへんねんけど。やったでガス。何ですかね。まあ、ちょっともうごめん。ほんでまたちょっと語っちゃうねんけど、やっぱドラクエ8のラスボス、ラスプソーンはね、もう、な、BGM から何からそのもう、すべてそのやっぱ倒される前提というかさ。もうストーリー的にもこいつは倒されるんだってのがなんか運命づけられた存在やからな。だからあんま緊張感ないんですよね。ドラクエ7とかって本当にさ、もうこれ本当に勝てんのかみたいな絶望感とかあったんですよ。ドラクエ4とかも。ドラクエ8のラスボスなんかそんな感じないですよね。どうしてもね、やっぱりもう。倒されるためになんか用意された存在っていうか、そんな、わかるこれ言ったこと。違う、その、なんか弱い強いじゃなくて、単純にそのなんか、ラプソンというキャラクター性であったり、ストーリー展開であったり。やれやれ。我ながらとんでもないところまで付き合わされたもんだな。そのゲーム的に強いとか弱いの話してんじゃねえぞ、俺は。これできっと、馬姫様やおっさんも、元の姿に戻れるでかすね。喜ぶ顔が目に浮かぶでですよ。ラプソンはやっぱり死ん、なんかラスボスって感じじゃないのよな。しかもなんかさ、ヤンガスをこれひっくり返したらそのままラプソンになるんじゃないかっていうぐらい、なんか頭のトゲトゲとなんかラプソンのおむつがさ似てんだけどさ。私の力で故郷の地へと送り届けてあります。勇者たちよ、あなたたちの強さと何が起きても諦めない心、しっかりと
この瞳に刻みつけました。確かに5はね、そうなんだよね。でも5は5はでもどうや、でも5は5で、いや5のミルドラスも結構風格あったと思うけどな。飛ばせるけど、まあ、飛ばしますか、とりあえずもう一回見てるし。一回見てるからもう飛ばすか。こっからやね、問題は。いや、違う、ディスってるわけじゃなくって、単純にそのまま通過点というか。やっぱ8はここから先が長いっていう風に言うからね、みんな。やっぱ通過点というか、ラスボスを倒すのは。このセリフって前回あったっけ、この新しい世界に旅立つっていうの。そうか、そなたにも世話になったの。そうじゃ、ドラクエ11に旅立つと。あったか。わしとミーティアは一体、暗黒神の呪力はもうほとんど消えかかっています。まもなく自然と元の姿に戻るです。おお、では神と呼ばれる、その私は神ではありません。ここのセリフがちょっとね、うるってくるんですよね。そう名付けただけのものです。私が生まれた世界では違う名で呼ばれていました。そう、あの世界では確かラーミアと。それでは行きます。ドラクエ3とやっぱ結構繋がってる部分あったよね。で、あ、これだ、これこれこれ、これが。あ、違う、これは普通にあったわ。今、神女の魂やから。俺、ぶっちゃけセブンも大好きなんすよね。結構賛否両論あるけど。確かに服着てるよね。あれ見て。だから要はやっぱ呪いをかけられた瞬間の状態で戻るわけですよね。まあもうこっからなんですよね、結局だから。
もう飛ばすわ、とりあえず飛ばすわ、もう 前回見たし。たった今より、とろ、ここはちょっと飛ばせない。トムラのが飛ばせない。まあいいか。まあでも良かったですよね。なんとか2回目も普通に無事に勝てて。ほんま見えて二十歳超えてんねやろな、ちゃんとあいつ。18なの？そうか、別に日本じゃないのか。だから別にいいのか。